こんにちは、バランです。今日は前の前のそのまた前の動画あたりで、この夏にぴったりな透明のクリアのピアスの作り方を紹介したと思うんですけど、このピアスって本来だったらこういったこう変形のモールドがあって、そこにレジン液を流し込んでこの形を取り出してアクセサリーにするものが結構定番かなと思うんですけど、私はそのモールドを持っていなかったのでフリーハンドでこれを作りました。これを作った時に使ったのがこの粘度の高いレジン液を使って作りました。ただこの粘度の高いレジン液は普段のアクセサリー作りにはなかなかこう向かないというか、ちょっと使いづらい部分があるので、みんながみんな持っているものではないかなと思ったんですけど、これを使いました。おそらくレジンをされる方だったら結構粘度の低くってサラサラしているタイプのものを普段使っている方が多いんじゃないかなと思うんですけど、こういったサラサラタイプのレジン液を使って作ると、この今の時期的な暑さもあるんですけど、レジン液がこうだらーっと流れてしまって、うまくこう立体にならなかったり、形が作りづらかったりしてしまったので、失敗してしまいました。ただ私的にこのサラサラしたタイプのレジン液をいつも使ってるので、これでも作れないかなってすごく考えた結果、ちょっと一つある方法を思いついたので、今回はその方法で作っていきたいと思います。今日使うものは、粘度が低めのサラサラした透明のレジン液。動画の中で2色作っていきたいと思うので、1色目はタカラネイルレジン着色剤ブルーとグリーンを混ぜて作ります。2色目はとってもシンプルにブラックのみで作ります。そして今回の形のメインでとあるものというのがこの太めのワイヤーです。私はいつもこういったタイプのワイヤーを購入して使っているんですが、今回はこの18ゲージちょっと太めのワイヤーを使っていきたいと思います。ゴールドとシルバー両方あるんですけど、今回はゴールドの方が色味に合っていたので、このゴールドを使っていきます。一つ目のピアスはかなり大きめで作ってみたいと思います。だいたい15センチくらいに切ったワイヤー1本と12センチくらいに切ったワイヤーを2本用意します。以前作ったこのピアス、特にこう規則性がなくっていびつな形になっているので、この形のこういびつなフレームを作るっていうイメージでワイヤーを使って作っていきたいと思います。なのでどんな形でも大丈夫です。ちょっとこう歪ませながらワイヤーを丸くしていきます。少し長すぎるのでちょっとカットします。今回はこんな形でいきたいと思います。でサイドを見た時にこういう曲線になってしまっていると、マスキングテープに貼り付けるときにちょっとこう歪んでしまうので、できるだけ平らにならします。でこの先っぽをきれいにこうつなげるために、少し丸やっとこう使って、このワイヤーの先を曲げます。反対側も曲げます。これであとはちょっとこう形を安定させてあげて、ワイヤー同士がしっかりくっつくように形を作ります。次に内側を作っていきます。内側も同じようにちょっとこうワイヤーを動かしながら形を作っていきます。でさっきと同じようにワイヤーの先端を少し曲げます。中ができたらこう一度合わせてみて、どんなバランスかなって見てあげると、なんとなく想像がつきやすいと思います。
というわけで今回は前回サラサラタイプのレジン液を使って変形アクセサリーを作ったんですけど、ちょっと失敗してしまったので、この普通のレジン液をワイヤーと組み合わせてアクセサリーを作ってみました。やっぱり枠がないと横にどんどん伸びていってしまうので、こういった細い部分が作れないので、枠があることでだいぶ形が安定しました。で、ただの透明のクリアなアクセサリーっていうよりは、周りの枠がゴールドっていうこともあって、より大人っぽく仕上がったかなと思います。今回できるだけわかりやすくお伝えできるように、かなり大ぶりで作ったんですけど、全部今回は透明感はあるけれども、全部着色をして作ってみました。これは青と緑を混ぜただけなんですけど、このゴールドと結構相性が良かったので、大人っぽく仕上がったかなと思います。ただこれはもう少し小さい方が使い勝手が良さそうです。それからこの色は本当に透明のレジン液にブラックを少量混ぜただけなんですけど、これはこのゴールドの相性が一番よくって、かなり大人っぽく見えます。この出来上がりの色味としては、ブラウンのような、ちょっとグレーのような、何とも言えない色になったんですけど、改めてあんまりこう他の色をたくさん混ぜて複雑な色味を作るっていうのも可愛いんですけど、意外とこう本当に黒だけザ・シンプルって感じなんですけど、これだけでも十分可愛いかなと思います。この色はとっても簡単なので、かなりおすすめです。その他にも、これはシルバーのワイヤーに紫を薄く着色して作りました。これはシルバーに透明感のあるオレンジを混ぜて作りました。それから前作ったピアスよりもこう厚さを出しやすくって、これは表1回裏1回重ねただけなんですけど、かなりしっかりしてます。こっちのオレンジはかなり色を重ねました。こっちの表を2回重ねて、こっちは3回重ねました。こうやって比べてみるとかなり厚さが違うので、こっちは絶対こう壊れなさそうな丈夫な感じになってます。ただ重ねれば重ねるほど重みは若干増すので、つける方に合った重さで作っていただけたらなと思います。というわけで、私なりに前回のピアスのリベンジができたかなと思ってます。透明なクリアも可愛いんですけど、着色したクリアもとっても可愛らしいので、ぜひこの夏に作ってみてください。
このアクセサリーが少しでも可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日の動画もぜひ見てください。ここまで見ていただきありがとうございました。